姉さんの自己紹介聞いてください。はい、お願いします。はい、みんなのおじいちゃんおばあちゃんが事故に遭わないように、私の交通課の普段の仕事も交通事故におじいちゃんも含めてみんなも、ね、交通安全教室でいろんな小学校に行っています。今日はみんなのおじいちゃんおばあちゃんに、交通事故に遭わないように手紙を書いてもらって、先生から紹介があったかもしれません。敬老の日9月15日に合わせておじいちゃんおばあちゃんの手元にみんなの書いた手紙が届くように、そういう流れで、いきます。心のこもった手紙をおじいちゃんおばあちゃんに書いてください。事故が起きている時間帯って何時ぐらいだと思う？夜。分かんない。夜。夜中。昼間。昼間。夜中。ね、実は夕方、交通の量が多い。交通の量っていうのは車とか歩行者とか自転車の通る量が多い、ね、そういう時に事故が一番多く発生しています。いつも歩いている時に車や交通ルールに気をつけてね。そのところは事故が多いから、なるべく外出しないでね。じいちゃんやおばあちゃんに交通ルールを守ってほしいと思って。元気ですか？車で出かけるときに交通事故に遭わないでね。夕方は出かけないでね。返事待ってます。おばあちゃんお元気ですか？お仕事行くとき、お仕事帰るとき、車の運転に気をつけてね。交通安全に気をつけてお出かけしようね。お手紙。お手紙をかけたかなっていう人。あと、はい、ありがとう。大人の方の交通安全を考えるっていうのは難しかったみたいで、まあ、それを自分なりに考える機会が少しでもできたので良かったと思います、うん、子供たちの手紙を読んで、おじいちゃんおばあちゃんもまあ、さらに交通安全の意識を高めてもらえればいいと思います。